急速キャンプの本館前ート急速キャンプとは、京都府京丹後市丹後町久志像にあるキャンプ場。また、社会福祉法人京都障害児福祉協会が設立した丹後療育センターで行っていた、身体障害児及び知的障害児、療育キャンプ事業のことも指す。2011年夏をもって事業は廃止された。 京都府京丹後市丹後町久志蔵は丹後半島にあり日本海に面した地区である。旧祖、キャンプ場は水田に囲まれた敷地面積1910平方メートルのキャンプ場である。宿泊棟が二棟、厨房や食堂券、ホール、シャワー室などが整備されており、ここを拠点として周辺の一般キャンプ場への遠征キャンプやすぐそばの久志蔵海水浴場での水泳プログラム、 モーターボートやカッター、カヌーなどを利用した海洋プログラムなどが実施できる。この施設を利用して、主に障害者のための療育キャンプ事業を行っていた。キャンプ場利用者は、京都障害児福祉協会が主催するキャンプへの参加者、及び京都府内の障害者団体、京都障害児福祉協会に所属する施設の利用者である。また、健常寺のみのキャンプや、 障害のある子供と健常児が同じグループで生活する統合キャンプなども実施されていた。新館より本館を望む。集いの様子。新館をバックにしたコバルトキャンプの記念撮影1953年には香川県の小豆島で日本で初めて死体不自由児を対象としたキャンプが神戸 YMCA の主催によって行われた。これを機に 1955年には、琵琶湖湖岸の沢港で、京都 IMCA によって、第一回死体不自由児療育キャンプが行われた。この時、同志社大学専任講師の大塚達夫がキャンプに、かかわり、後の休所キャンプにつながった。日本で2例目となる死体不自由児療育キャンプの実施が、京都死体不自由児協会につながった。1958年に、 京都市対富士有事協会が結成され、ボランティア組織も YMCA を離れ、翌年には京都市対富士有事協会へと引き継がれる。以降、琵琶湖の沢湖京都踏みあずし、舞鶴市等のキャンプ場を利用しながら、障害のある子どもたちを対象とした療育キャンプ事業を実施。1972年には京都障害児福祉協会と名称を変更。 社会福祉法人として認可され、1976年に京都府竹野郡丹後町、宇川の丹後町立下宇川小学校跡を利用して専用のキャンプ場がオープン。2年間利用の後、丹後町久し増築に京都府、京都市、馬所協会等の女性により丹後療育センターが建設される。これ以降、このキャンプ場で行われるキャンプ事業全般の通称として、 急走キャンプと呼ぶ。1981年には3階建ての宿泊棟も新設された。また、キャンプ事業への参加者の増加から、1980年には京都市、桃井青少年村を借りて、山のキャンプ事業を実施、翌年には京都府宮間町の宮間町立地位、小学校さざざと分校を後にて実施した後、京都市区田の市有林を借用、開拓して、 山のキャンプ事業を実施した。これは、クタキャンプと呼ばれ、1985年まで実施された。宇川を挟んで、向かいの松林で、実施の少年少女キャンプの様子。1979年4月1日に養護学校が義務教育になる前、日本では本人及び保護者の意思に関わらず、多くの障害児の保護者に対して、修学猶予や、 就学免除の適用がなされていた。学校にも行けず、家の中で静かに暮らすしかなかった。そんな時代背景の中で、障害のある子どもたちが野外活動を通して自然に親しみ、海水浴や自水調理などのプログラムの中から個々の可能性を再発見し社会生活につながる援助を行うことは非常に画期的なことであった。また、障害児と健常児が 同じグループを組み、一つの部屋でキャンプ生活を送ることにより、子どもたち自らが相互理解を深める統合キャンプの実施なども、急速キャンプの大きな特徴と言える。こういった取り組みの中で、障害のある人の個々の可能性を広げ、社会へ、障害のある人への理解を深めることに寄与したことは、大きな成果であった。キャンパーデムカへの様子敷地面積1910。 平方メートル。障害のある人が野外活動を行うための宿泊拠点施設である。本館と新館の2つの宿泊施設があり、朝夕の集いを行う広場がある。本館には宿泊部屋が4部屋、食堂弦集会所のホール、厨房、風呂、事務室があり、主にこの本館がキャンプ生活を送る拠点となる。新館は鉄筋コンクリート3階建てであり、 1>, 1階と2階に宿泊部屋が4部屋、3階にキャンプリーダーの専用室があり、2階へつながる車椅子用のスロープを備えている。本館、新館ともキャンプ場内の施設にはそれぞれ名前がついているのが特徴。子供たちが簡単に楽しくその場所を覚えられるようにと、海にまつわる名前が多く付けられている。ホールは日本海、部屋はエビやクジラなどである。 急速、キャンプ場を拠点に、短いキャンプ9泊10日、長いキャンプで9泊10日のプログラムを実施。キャンプ場目前の海水浴場でのプログラムは、水泳や船外機付きボートでの遊覧、カヌーやカッターと使ったボートプログラムなど、海辺のキャンプ場を活かしたプログラムが行われる。周辺のキャンプ場へのオーバーナイトプログラムでは、各グループに分かれて、テント、寝袋、 自炊用品などを装備して徒歩、もしくは地元の路線バスを利用して1泊から2泊の本格的なキャンプを行う。各グループのプログラムの実施のほか、マスプログラムとして、キャンプの始まりを全員で楽しむボンファイアーや、キャンプの最後を締めくくるカウンシルファイヤー各実施キャンプの大きなテーマに沿って、全キャンパーが参加するイベントプログラムなどが実施される。 急速キャンプ組織図実施主体は社会福祉法人協と障害児福祉協会であり、キャンプの運営最高責任者は法人理事長が担う。キャンプ事業に対し助言的関係を持つものとしてキャンプ事業委員会がある。キャンプ運営での現地の責任者は法人職員が当たり、実際のキャンプ事業においてはより質の高い安全なキャンプ生活が送れるよう、キャンプドクターや スーパーバイザーも配置されている。子供たちと直接関わり、キャンププログラム全般において、キャンプの運営を行うのは主に大学生のボランティアである。法人専属のボランティアであり、キャンプリーダーと呼ばれる。キャンプリーダーとは法人専属のボランティアであり、主に京都市内の各大学から応募した学生で組織される。一部には専門学校生なども含まれる。 法人職員であるキャンプ長以下全員がボランティアであり、法人が主催するキャンプ全般の運営に携わる。キャンプ実施に向けては、週2回の研修会や、キャンプ技術向上のためのトレーニングキャンプなどを年間を通して行い、キャンプ技術や理論、障害児、社への理解を深めるための専門知識の向上を図っている。大学生ボランティアのため、 4回生が卒業するたびに入れ替わる。関係上、全体の人数は毎年変動するが、全体数はおおよそ平均60名前後。応募の条件としては、年間20泊以上のキャンプへの参加、年間を通しての週2回の研修会への参加などが求められる。研修会以外にも、キャンプ実施のための顔合わせ会や、キャンプ終了後の思い出会。 各部門による会議や打ち合わせなどもあり、かなりの情熱や熱意がなければ、活動を続けることは難しいほどである。キャンプリーダーの役割は、プログラム部門とマネージメント部門の大きく二つに分けられる。海水浴プログラムの様子プログラムディレクター各、グループのキャンププログラム全般の調整や、キャンプ全体の進行、キャンプ参加者全員が参加する、マスプログラムの企画進行を行う。 また、キャンププログラム実施に際し、海洋プログラム担当のアクアティックチーフと、グループカウンセラーとの調整やマネージメント部門との連絡調整も合わせて行う。キャンプ全般における進行、調整役である。船外岐阜和線での遊覧の様子アクアティックチーフ、主に海洋プログラム専門の指導、安全確認、遊泳監視などを行う。具体的には、 海水浴プログラムにおける監視スタッフへの指示や、船外機付きわ船による遊覧プログラム、カッター、カヌーなどを行う、際の監視や指導を行う。アクアティックチーフになるためには、水上安全救急法の資格取得と2級、船舶免許の取得が求められる。グループカウンセラーキャンプ参加者は、そのキャンプの規模にもよるがおおよそ5人から10人程度のグループ編成となる。 その各グループに配置されるのがグループカウンセラーである。キャンプ参加者とともにグループのキャンププログラムの立案にあたり24時間ともにキャンプ生活を行う。キャンプの主役である子どもたちの遊び相手かつ相談相手にもなり健康管理を行いグループの参加者同士がより親睦を深めキャンプの目的が達成できるよう様々な援助を行う。カッターを使った ボートプログラム。マネジメントディレクターキャンプ場の維持管理や備品の管理などの責任者であり、キャンプ運営に携わるスタッフへの各役割の配置を行うと同時に、スタッフの健康管理にも気を配る。キャンプ場を裏で支えるスタッフの仕事内容は、キャンプファイヤーの準備や水泳プログラムでの監視、調理、キャンプ場の清掃や備品の整理など多岐にわたるが、 プログラムディレクターとも密に連携を取りながら適切なスタッフの配置を行う。浜辺でのマスプログラムの様子フードスタッフチーフキャンプ場での食事提供を行う責任者。マネジメントディレクターにより配置されたスタッフと共に多い時ではキャンプ参加者やスタッフ合わせて200人分もの調理を行う。朝昼晩の混てのみならず各グループで行う。 自炊の食材の準備や、マスプログラムでの特別料理などの混雑立案、調理を担当する。キャンプスタッフキャンプ全般を裏で支えるスタッフ。マネージメントディレクターの下、キャンプ参加者が気持ちよく、生活を送れる。要、キャンプ場内の清掃や、維持管理、水泳プログラムにおける、監視員、厨房での調理、マスプログラム実施における準備など、その役割は多岐にわたる。 朝夕の集いなどでもキャンプ場の雰囲気を盛り上げたり、キャンプを作り上げる上でも、最も重要な役割であると言える。コバルトキャンプ、マスプログラムの様子。コバルトキャンプ、オーバーナイトプログラムで今日が見先へ。北キャンプ場での様子急速キャンプ事業への参加者の増加から、1980年に京都市、桃井青少年村を借りて、山のキャンプ事業を実施、翌年には、 京都府北田桑田郡宮間町の宮間町立地位、小学校さざざと分校を後にて実施した後、京都市区田の市有林を借用、開拓して山のキャンプ事業を実施することとなった。このキャンプを通称区田キャンプと呼ぶ、1983年から1985年までの3年間実施。トイレ、水道、電気もない中での障害のある子どもたちのキャンプは、 困難を極めたが、キャンプ長以下、キャンプリーダーの創意工夫のもと、事故もなく、本格的な野外キャンプを実施できたことは特筆すべき、ことである。しかし、急速、キャンプとの同時期実施のため、キャンプリーダーの配置が困難な上、医療機関への移送問題などから3年で中止される。クタキャンプ場での様子急速キャンプ事業は2011年夏をもって廃止されたが、その理由については、 障害児療育キャンプ60年の歩み、冊子制作委員会により、2015年に発行された、障害児療育キャンプ60年の歩みの記念誌の冒頭、当時の京都総合福祉協会理事長、飯田哲夫氏による、療育キャンプの歩みに詳しい、以下、抜粋して掲載する。要約すれば、一ボランティアの確保が、困難二京都市内から、 丹後半島北端の急所までのバス移動のリスク、3施設の老朽化が大きな要因である。反面、一部の法人職員、キャンプリーダーを OB、急所キャンプに関わった関係者からは、法人の創設者である、大塚達夫イズムを一層し、民間の独自性を薄め、京都市の事業団的な存在にし、より、京都市の意向を反映するためではとの意見も、参見される。 現に、京都総合福祉協会の公式サイトには、急速キャンプに関わるページは、一切なく、遠隔に、1955年京都、YMCA による死体不自由児キャンプ開始との記述があるだけである。法人の歴史上、その成り立ちのルーツである療育キャンプ事業について、一切の説明がないというのは、何らかの意図を感じさせずにはいられないとの意見も多い。 現法人の年間予算は、1989年に京都市から落成ふれあいの里の事業を受託して以降、その予算規模はどんどん大きくなり、現在では年間20億円を超える事業予算となっている。予算規模の増加に伴い、天下りのポストも増え、京都市からの圧力が大きくなったことも原因の一つと言えよう。キャンプ事業が廃止されてからは、 海に近い場所柄、木造の本館の老朽化が激しい様子。キャンプリーダー OB による風通しなども行われていたが、今後の利用に関しては何も結論は出ていないとのこと。ありがとうございます。